夏に美味しいピーマンを使ってガーリック醤油漬け、切ってつけるだけ。ピーマンが苦手だっていう人もきっと好きになるはずです。はい、ではピーマンを切っていくんですけれども、今日は種をきれいに取る切り方に挑戦します。ピーマンを立てて、ちょっとこう真ん中の線の5ミリぐらい右端を切っていく。そうすると、じゃあ切っていきますよ。5ミリぐらい切っていく。じゃん、どうですかここに、そして左側だけに残っている種をグッと、はい、ではピーマン切っていきます。5ミリぐらいですかね。夏のピーマンはね、こうやって肉厚でとってもふっくらしてるので、生で食べてもとっても美味しいんですよね。なので今日は火を入れないで生のまま漬物にしていきたいと思います。で、薄く切ります。ニンニクも生で入れていくので、なるべく薄い方が辛みが和らいで美味しくなりますから、なるべく頑張って薄く切ってみてくださいね。薄い。じゃあ容器に千切りしたピーマンをザザッと入れて、スライスしたニンニクを一緒に入れていきます。そして最後にお醤油を回しかけて、ざっとお醤油を全体に行き渡らせて、そうするとお醤油の塩分でピーマンから水分が出てくるので上手に使ってくれます。このまま30分以上休ませます。はい、じゃあ茹でた豚しゃぶの豚肉にピーマンのガーリック醤油漬けを混ぜて、ちょっとおつゆも入れますよ。よいしょ。よいしょ。入れて、さっとあえて器に盛りますよ。